ちは、さとしです。今回の動画は、僕がタイとミャンマーの約3ヶ月の旅で風邪をひいて病院にかかり、海外旅行保険を利用したので、その体験談のご紹介をしようと思います。今回の旅で特別東京会場とか損保ジャパン、三井住友会場などの海外旅行保険には加入しませんでした。というのが、僕は楽天のゴールドカードを持っていて、それに海外旅行保険がもともとついてたからです。ただこちらの海外旅行保険は基本的には自分で病院で支払いをし、帰国後に請求をするというものでした。これも支払いが高額になると連絡をすればキャッシュレスでいけるっていう話だったかと思います。このようなことも含めて、旅の準備として楽天カード保険デスクに電話をして、事前にいろいろお話を聞いておきました。聞いた内容は、風邪をひいて病院にかかったらどうしたらいいか、あとホテルの備品などを誤って壊してしまったらどうしたらいいかという2つをメインに聞きました。というのが、過去旅先でインフルエンザにかかったり、ホステルの備品を壊してしまったという経験があったからなんですよね。当時旅先で具合が悪くて苦しんでた時に、例えばこれから病院にかかったらどうしたらいいかっていうのをネットで調べてたんですよね。その時に他の方がブログかなんかで書かれてた情報を見て、後で分かったんですけど、それが誤った情報だったんですね。それは病院代は現金で支払わないといけないっていう内容だったんですね。チェンマイのホステルにいる時に具合が悪くて寝込んでて、たまらずオーナーさんに病院に連れて行ってもらいました。病院に ATM があるだろうと高をくくってて、そこでお金を下ろせばいいやと思ってたんですね。そしたら ATM がなかったんですよ。で、診察が終わってインフルエンザっていうことになって、でいざ薬をもらうときに現金の持ち合わせがなくて、で結局オーナーさんにお金を借りました。で病院代を払わないと薬は渡せないって言われたんですね。で当たり前のことなんでしょうけど、でも実際はクレジットカードでの支払いでもよかったんです。そのこと知らなかったんですね。でお金を借りることも、なんか悪いなと思うし、ましてや、お金を貸す方も正直嫌ですよね。でも嫌な顔一つせずに、元気になったら返してくれればいいからってお金を貸してくれたんですね。過去こんな経験をしたんです。で前置きが長くなりましたが、これから本題に入りますね。はい、それではこちらを見ながら説明をしていきます。まず、僕が日本を出たのが2019年の11月後半だったんですけど、タイのパタヤで病院にかかったのが2020年の2月8日でした。で、日本に帰ってきたのが2月17日の朝でしたので、もう本当旅の後半で病院にかかったことになります。で、帰ってきた日は、バタバタしてたりちょっと疲れてたっていうのもあって、次の日の2月18日に、楽天カード保険デスクに電話をしました。で、電話をかけたら、ガイダンスが流れて、2019年10月1日以降に出国をされた人は1応ということで1応しました。そして、海外旅行保険の事故連絡は1応ということでまた1応押しました。そしたらすぐオペレーターにつながりました。そして、タイのパタヤで病院にかかったことを伝えて、保険金の請求をしたいんですけどということで話をすると、まず最初に保険適用の条件を満たしてますかって聞かれたんですね。これはどういうことかというと、僕の場合日本からタイへの航空券をクレジットカードで支払いをしましたか。で、他には例えば、日本、僕の家からその空港、福岡空港まで例えばタクシーとかで行った場合に、そのタクシー代をクレジットカードで支払いをしましたかとか、でそういう支払いをしとけば保険が適用になるっていうふうな条件があるみたいなんですね。で、僕の場合、カードで支払いをしたので、これ満たしてますっていうことで、これは大丈夫っていうことです。で、次に渡航先はということで、タイですと。で、次に旅の期間は、でいつ出発していつ帰国しましたっていうことを伝えました。で、あと名前聞かれて、で、あと連絡先ですね。018で始まる番号から折り返し電話をしますので、ということで、連絡先を伝えて、
そしたら1時間後に連絡がありました。そして折り返しの電話があって、まずカードの下4桁を聞かれました。で、あとカードの種類を聞かれました。で、楽天のゴールドカードですとお伝えしました。そして、名前の漢字と生年月日を聞かれました。で、次に、そのどういう症状で病院にかかったのかっていうことを聞かれたので、まあ、頭が痛くて、喉が痛くて、まあ、ちょっと鼻水が出て、まあ、風邪かなと思って、まあ、あとコロナも、まあ、大流行する前だったですけど、まあ、ちょっと、まあ、怖かったので病院にかかりましたということを伝えました。で、症状はいつ出ましたかということで、2、3日前ぐらいからですということを伝えました。で、病院までの交通手段はということで、で、病院はホステルの近くにあったので、まあ、僕は歩いて行ったので、まあ、タクシーとかは使わなかったんですけど、これタクシーとかで病院に行ってもタクシー代が出るらしいですね。でもまあその場合は基本的に領収書をきちんともらっておかないといけないんですけど、まあ、ちょっと聞いた話では領収書なしでも申告制でも行けるっていうふうにはちょっと話聞いたことがあります。で、支払った金額はということで、まあ、領収書を見て金額をお伝えしました。で、支払い手段はということで、まあ、クレジットカードで支払いましたということを伝えました。で、今後日本で治療の必要がありますかということで、まあ普通の風邪だったので、まあないですということを伝えました。そして出発前にその症状があったかということで、まあこれは風邪だったので、まあ出発前にはそういう症状はありませんでしたということを伝えました。そしたら、請求書類を送りますのでということで、まあ、記入していただいて、以下のものと一緒に送ってくださいというふうに言われました。まず、航空券の半券、出発分と帰国分ですね。これで、まあ、どれくらい海外旅行をしていたのかっていうのを確認されるんだと思います。海外旅行保険の適用が確か90日以内だったと思うので、まあ、それを確認されるためだと思います。で、次に、領収書。まあ、これは病院からもらったものを、まあ、一緒に送りました。そして、診断書って僕書いてますけど、じゃこれは、その楽天のホームページ見たときに、基本10万円以下の支払いの場合は、診断書は必要ないっていうふうに書いてありました。でも僕これちょっと取ってしまってたので、まあ、一緒に送ろうと思ってました。で、次に、以下のものをメールで送ってくださいって言われて、まず最初に航空券代をカードで支払ったっていう証拠のカード利用明細書のスクショ。で、次に病院代をカードで支払ったという証拠のカード利用明細書のスクショ。そして、あとカードの下4桁が載ってる画面をまたスクショして送ってくださいって言われました。で、このメールアドレスは、請求書類これから発送するので、で、その中に書いてあるので、で、そのメールアドレスに、僕の案件 ID というものと、まあ、名前を入れてメールをしてくださいっていうふうに言われました。折り返し電話があったのが2月の18日で、請求書類が届いたのが2月28日、10日後でした。で、保険金請求書記入をして、一緒に送ったものが領収書と診断書と、あと家から空港までのタクシーの領収書で、あと航空券の半券往復分ですね。一応これだけを3月3日にポストに投函しました。で、18日に電話をもらったときに、以下のものをメールで送ってくださいって言われたものがあったんですけど、もうとりあえずちょっとメールは後回しにして、とりあえず書類だけ記入して、発送するものを一緒に早めに発送しようと思って、3月3日にポストに投函しました。で、2月18日に折り返し電話をもらったときに、例えば何か書類が足りないとかっていうことになると、またその分だけ後で送っていただくことになりますという話だったので、まあ、とりあえずちょっとメールは、まあ、後からでもいいかなと思ったので、発送できるものを先に送りました。そして、まあ、ずっと待ってたんですけど、全然まあ折り返しの電話もないし、まあ、何か書類が足りませんっていう電話もないし、で、まあ、忘れてて、で、3月28日ぐらいだったかな、楽天から手紙が届いたんですね。で、それを開けてみたら、3月26日に振り込みが終了してますっていう内容でした。で、振り込まれた金額が6742円。で、僕が病院にかかったのが2月8日で、その時に支払った金額が1960タイバーツ。
で、クレジット会社から請求が来た金額が7291円でした。で、これは、2つ前の動画で話したんですけど、その時のレートによってちょっと金額が変わるので、2月8日にクレジットカードで支払いをして、請求された金額が7291円。で、3月26日に振り込まれたのが、その時のレートで6742円ということで、ここで500円ぐらいちょっとマイナスになってるんですけども、もうこれはしょうがないことですね。それでは今回の動画は以上になります。海外旅行保険に関しては、出発前にいろいろ確認しておくことをお勧めします。例えば、海外からの連絡先であったり、あと、海外で起こることなんて予想できないかもしれませんが、もしこういうことが起きたら、どうしたらいいのかなど、コールセンターで確認をしておくことも大切かと思います。すべては皆さんが旅を安全に楽しむためですからね。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。もし少しでもためになったなと思われたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye.